ボーダフォン 804SS は、韓国のサムスン電子が開発し、ボーダフォン日本法人が販売している W-CDMA-GSM 通信方式のボーダフォン 3G サービスを利用可能な携帯電話端末。2005年後半に発売された SGHZ540 を日本向けに改良したもので、サムスン初の日本向け機種である。 焼きとの比較薄さ 14.9mm と第3世代携帯電話で発売当時世界最薄である。背面にミュージックキーを備えており、デジタルオーディオプレイヤーとしての基本機能も容易に利用できる構造である。機能面ではワードやエクセルなどのドキュメントビューアの搭載 140MB の大容量内蔵メモリなどの特徴を持つ。なお、 外部メモリには対応していない。従来のボーダフォン海外機種で問題であったユーザーインターフェースについては海外仕様ではなく日本向け仕様となっている。なお、海外においてはユーザーインターフェースがサムスン仕様になっているもののサムスン SGHZ540 としてほぼ同じ形状、スペックの機種が販売されている。薄さにおいて 今までの携帯電話の常識を覆す端末である点に評判がある。だが、赤外線通信が搭載されていなかったり、マクロ撮影ができなかったりと一部の機能が使えないことへの不満の声もある。ユーザーインタフェースは今までのボーダフォンの海外端末とは大きく違い、日本国内の多くの端末に似た仕様で、その上ムービーのメニューなど、 独特の機能が追加されている点で評価が高い。薄型デザインについては、モトローラの人気機種レーザーとの類似性が指摘されている。発売当初は以下の不具合の存在が発表されていた。これらの不具合に対し、ボーダフォンはすべて仕様と回答し、その仕様に納得した購入者のみに端末を販売していた。その後、2006年5月頃にバージョンアップされ、 それ以降に売られている端末では、ほとんどの不具合は解消している。ただし、発売当初に買ったユーザーに対するバージョンアップは行われていない。その他、公表されていない問題として、再生ボタン等のご動作が多く見られる。ありがとうございます。